登場人物の名前が覚えにくそうなので、ここらで一つ簡単な名前を考えてみよう。オッケー。まずこの人。うん。で、アキラ。お次。これはオタサーの姫でええやろ。じゃあこの人は文様。じゃあこの人は徳善。せやで。じゃあ最後この人は、この人は普通に読めるやん。え、なんて読むの？柏なんじやで。これはひどい。うちが呼びやすいようにネーミングしただけやで。以上、茜式勘違い道場でした。確か天明とオタサーの姫を探してる途中やっけ。お、早速その呼び名使っていく感じだね。バリバリ使うで。あの二人って敬語使ったりしてなかったから同じ学年同士なのかな。あれはただの子供か。いかにもな雰囲気の地下。やめとこ。こっちの部屋も気にはなるけど、さっきの子供を追いかけるのがセオリーってもんだね。せやな。ところで、天明とオタサーの姫って確か学生会室で悪巧みしてたんじゃなかったっけ。言われてみれば学生寮に行くようなシーンもなかったね。お、お、ボールか。そろそろ近づいてそうやな。林恩、大天、赶快出来吧，别再玩了。啊，真是的，受不了他们。他们可能藏在哪里，想要吓我们吧？啊，不然我们找一找每间房间。不要，太浪费时间了，直接打给他们。不是我。哎呦，你先关掉，关不掉就强制关机。哦呀，左下に Wi-Fi みたいなマークが。搞什么？鳴き声を止めるのが目標なんやって。你待在这里。ということは左下のは鳴き声レーダーか。好。声音从房间里来的，在哪里？そろそろ近づいてそうなんだけどな。この部屋とか。はいはい、泣かないで泣かないで、ゆかりさんですよ。あれ、ゆかりさんお断りだし。いや、だからって殺すことないじゃん。どうやら制限時間があるらしい。急いで泣き声を止めない。你待在这里不要动，我来想办法。声音从房间里来的，在哪里？む、まだ他の場所にもいるみたい。どこだどこだ、違う部屋か。おい、突っ立ってないで手伝い。柏なんじ、柏なんじ、彼氏の徳善がこんなに動き回ってるってのに。徳善、好きようなら先輩と柏なんじはやめとけよ。まだおるな。こら、このガキ。いや、これ隣だ。本体はここだ。はあ、应该没事了，去找三女吧。今度は柏なんじを探せって。なあなんじ、なんで徳善の仕事増やすん。はあ、つっかえ。ま、NPC ってこんなもんだよ。うちがダウンしてるのに真横に来るだけ来て全く起こそうとせえへん。L4D のボットくらい無能やで。伝わらんでしょ、それ。刚刚我也是这样被锁起来。是他。要我们进来做什么？不管是谁，被我抓到他就惨了。别担心，应该只是恶作剧。この机の鍵は、部屋の中にある日記帳の裏に貼り付けられてました。我从来不知道、他有这方面的问题。阿全、这是什么？原来他……阿全、你该不会是心软了吧？也没有、只是我现在才知道他的处境。你这就叫做心软哦。虽然我也很同情他，不过这是两件事，完全不能混在一起讲，知道吗？可是……哎，记得全。哎，好了，我知道了，我知道该怎么做了。那就好。等我抓到人，我一定不会放过他。
好了，证据拍完了，我们走吧。嗯。一方その頃文ちゃんは、文ちゃん、文陽のことね。確か一番危険にさらされたにもかかわらず、全員に置いてけぼりにされちゃったんだよね。致し方ない犠牲、コラテラルダメージってやつか。コラテラルダメージね。那女的终于不追我了。靠，只是搞个直播而已，弄成这样要累死谁啊？哎，学姐直播应该也结束了吧？哎，学姐人呢？刚刚不是还在追着我拍吗？靠，丢下我就跑，也太靠背了吧！置き去りにしておいて機材の回収も任せる。靠！なんだかこのゲームの登場人物ってみんな人を人と思ってないのかしら？这也没收。哎，这不是我的护身符吗？怎么乱丢啊？超没品的！说要帮我保管还乱丢，我看回去三女怎么说。平常那么嚣张，回去我就颠爆他，爽啦！哎，怎么起雾啦？啊，已经这么黑了，这要怎么走啊？下次我要叫学校多装点路灯。哎，学姐，新桥学姐已经结束直播了，你不用那么认真了，可以回去洗洗睡咯。哎，学姐，你是不是暗恋我啊？你不要一直靠过来又不讲话嘛，到底要怎么样啊？我都已经说结束了哈。妈的，入戏太深是不是？神经病啊！杀手！文ちゃん驚くほどついてないな。今日の星座占い最下位やったんか。星座占いにしては入りすくすぎない。とにかく止まるのが良くない。一度目はおそらく捕まってしまうだろうから、いろんなルートを通過して正解を導き出すしかないかな。死に覚えってやつやな。谁来是鬼，跟我呀。学姐你不要闹了，快跟我说这是直播恶搞整人，什么都好了。我不好吃，人也不帅，也很臭， 你不要再靠近我了。ビビり倒す文ちゃんがかわいそうなんで頑張って逃げてあげてくださいな。追っ手の姿が視認できないけど、どれくらいのスピードで追跡してるのか、巻くこともできるんだろうか。あ、これはまずい、というか詰んだと思う。ルートを間違えたら終わりか。厳しいな。だから死に覚えなんだよ。何、第一章で10デス叩き出したんだ。今さら1回くらい命をあげても全然惜しくない。オッケー、ここを抜ければあとは寮なり学校なり逃げ込むことはできるだろう。別マップへ移動する際、F キー押さないといけないから今のうちに連打して。なんでここで捕まるんだ。連れてきちゃった。あかんやろ。回収した機材の一部ということで、みんなの元へ持って行ってあげよう。ブンちゃん、怒りの復讐劇。真的假的？靠！不会吧？这么蠢的事情怎么可能？妈的！阿全，三女，你们在哪里？そういえば、自販機の先輩はこんな時、何かくれるのかな？
なんだこれ。ジュース？色味的には美味しそうな感じやで。説明文の内容からすると、文ちゃんは自販機の先輩からレアなプレゼントをもらったようだけど。まあ、もらってて損はないんちゃう？それじゃ遠慮なく。下一个就是你。サシャ。没人，没人，都没人，为什么都没人在啊？赤ちゃんの泣き声か。またさっきの赤ちゃん泣き止ませるやつかな。言うてさっき散々泣き止ませたはずなんだけどね。まあ今のところ泣いてないから違うか。でっかいキャンバス。大学なら美術部の部室とかで描けばいいのに。お、いたぞ。捕らえろ。もっと危ない。無茶しやがって。あの子は生まれながらのスピード強でした。おお、これはこれはレイヤーズオブフィアーですか？あれ楽しいよな。新作が来年リリース予定らしいよ。マジで？うちやりたい。まあまだまだ先のお話です。それより、いろいろ部屋見て回ってるけど、誰もいないね。三女！ここは、多分柏南寺の部屋か。みんなを探すふりして女子の部屋に侵入成功や。まあ、散々な目に遭わされてるから。正直これくらいなら許す。侵入だけにとどまらず物色しまくってるけどな。まあそれも許す。いやでも人を探すだけなら物色する必要ないよな。柏何時と徳善の写真だって。ええ、確か昔付き合ってたのが先輩と徳善。三女跟阿全。どういう別れ方やったか不明やけど、今は柏何時と徳善が付き合ってるんか。で、みんなには報告してないと。気づいてそうやけどね、あんな一緒にいたら。ダブル着信音じゃない？プルプルと黒電話のユニゾニア。真的假的？是可以接吗？喂喂。啊？什么四楼？三女他们在四楼吗？我到底要不要去啊？总觉得怪怪的。啊，原来人都在这里。学姐，我跟你说，我还好你们都没事。我刚刚遇到鬼了，你们一定要多小心哎。哎呦。气氛好像怪怪的。恶心恶心。去死吧。你们怎么有脸在我面前搞这些？什么？你在这里等我一下。啊？哎，阿全。啊，文耀，你怎么在这里？少骗了，刚刚不是你叫我来四楼的吗？啊！哦，你不要在那边假了啦！我刚刚被鬼追的快吓死了！哎，不要丢下我了！柏南寺に切り替わったで。喂，你去哪了？没什么，我只是刚刚看到新桥学姐好像在看着我们，有点在意就追过去了。不过晃完一圈根本没看到人，总觉得有点奇怪。干嘛？文耀刚刚才说自己遇到鬼，你也要玩这招？文耀已经遇到了。纪德全。好，我不说了。你在哪里？我去找你。你先回去陪文耀吧，比较安全。我想到桥上的器材还没收，我的行动电源也放在大船教室，忘了拿回来，晚点回去找你。拜。喂喂。搞什么啊？每个人都怪里怪气的。文ちゃん、今回のパートだけで2回もこけちゃってるんだよね。守ってあげたくなるな。今から柏何時がお世話しに行くよ。文耀，文耀，会不会回房间了？今文耀って言うたよな。な、何が言いたいのかな？いや、うちってすごいなって。お、あかねちゃん、これ読んでみて。天あきらが購入した宝くじ、何の気なしに買ったのだが、思いがけず大金が当たった。ああ、なんか急にタンクトップ男子がタイプになってきた。あ。
見てみて、変なのがいるよ。ほんまやな、変なのやったな。このゲーム、たまにああいう小物が湧いてて面白いね。危害加えてこんし、挨拶してあげたいな。こんばんは言うて、向こうも、あどうもとか返してきたりしてね。で、いつの間にか打ち解けてエンディングを迎えると。それ一体何のゲームなの？这么大声干嘛？不欢迎我我就走了。不要这样啦，不要这样啦！你要是跟我遇到一样的事情，你就……不行，你不能跟我遇到一样的事情。你知道我真的没有要唬烂你，你不要那个脸啦，不然你看，怎么会这样？当然是那个啊！我本来以为那个是你们找的学姐，结果……我的学长跟我说过，四年前在女鬼桥有出过事情，我们死定了啦！所以刚刚那个婴儿哭声，你们果然也有遇到。我就说不要在女鬼桥那边玩什么数阶梯了吗？现在怎么办啦？我们先去找阿全，他说他要回桥上收拾器材，再去大船教室拿东西。我们先去教室等他。阿全叫我收器材啦。総合棟のマスコミ教室に向かってます。这什么鬼？头发为什么会？誰や廊下にスカルプティー巻いたやつ、廊下ふっさふさで通られへんがな。カットしたらいいじゃんね。パッツンか、ツインテールにしたら通りやすそうやな。ここがマスコミ教室っぽい。好像还没来，先在这里等他一下。阿全没事吧？会不会出事了？别乱讲。孟博鲁，机器故障而已，不要慌。哇哦哦。さて、記録はいかほど？なんやこれ。なんだ、ただの印刷ミスか。会いに行くからって書いてるみたいやけど。うん、待ってるので急ぎで来てもらえると助かるね。その間にいろいろ触ってみよう。何か面白いことが起こるかも。まずい、先輩が城之内くんになりそうや。やめてよ、見直したら城之内先輩にしか見えなくなってきたじゃん。城之内先輩って誰よ？